ドゥマンジェル・ダミアン・ドゥマンジェル・ダミアンにあるラブレフランス語学教室の経営者でフランス語教師2006年に初来日し2008年にラブレフランス語学教室設立フランスのリオンに生まれる父は医者でアルデシュ県の元修道院の場所に委員を開業し家族で移住5歳から9歳まで水泳、サッカー、テニスなど様々なスポーツに親しみ 特に水泳においては多数の試合に出場し入れている。6歳の頃に父が購入したパソコンをおもちゃとしてベーシックを使い始める。14歳の時、最愛の父を交通事故で亡くし、その後は母の故郷である南仏プロバンスに引っ越す。18歳の時、兵泳駅でフランス陸軍に入隊。大学時代、不遇な子供たちへの教育を支援する活動として、 ソーシャルセンターで教師をし、通信教育で教師の資格も取得した。大学時代の1998年から WebUtility を作成し始め、2003から2004年は IT 関連の雑誌に多数掲載され、このソフトがフランス全土に波及していった。卒業後、アルルでインターネットオントラプリーズという IT 会社を設立指示元のゴッホ美術館のウェブサイト作成を 行う。8歳の時、キャンピングカーで家族旅行中に柔道のワークショップを受け始めてみる畳の道場に感動する。これが後に日本への興味のきっかけとなっている。14歳から18歳まで空手、柔道、キックボクシング、テコンドー、合気道と多様な武道を身につける。特に合気道は人の相手の力に力で対抗せず、相手の気に、 自らの気を合わせ、相手の攻撃を無力化させるところに魅了される。15歳の時、アルルの空手クラブ大会でチャンピオン獲得。武道を通じて、日本の歴史に興味を持ち、日本語を学ぶようになる。来日後、語学学校で教師として働きながら日本語を学び、日本語能力試験一級を取得。テレビ、ありがとうございます。